なんかファービーみたいじゃん。ファーブルスコ。うおー、来た。おはだこは、アスバネ、メリエです。それでは、今回ちょっとね、今まで、ピクミンのシリーズ、通ってこなくて、ちょっとやったことないんだけど、今回ちょっとピクミン4の体験版を、ちょっとね、やっていきたいと思います。やってみたいと思います。いや、ちょっとすごいワクワクする。ピクミンね、自分でやったことなかったんだよね。今回ちょっとストーリーをね、やってみようかなと。じゃあ行きましょう。こいつ何？はい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 。1500集めて1日を終えると体験版をクリア。なるほどね。今回は一人かな。ここで急に二人目現れてもちょっとビビるからな。何があのロード画面めっちゃ可愛い。いや、ピクミンさ、すごい流行ってたし、まあ、見たことはちょっとあるんだけど、自分でやったことってなかったんだよね、何気に。お。え、どうですか？キャプテン。オリマー。オリマー。あ、喋ってる。ウィンドウィンドウ。ゲロ。ウィンドウィンドウ。ヌル。ダドルピン。何このスタート。え、レブリー。これは私が？リマラスト、ドルマストソン、ロース。え？墜落して救助されるまでの話なの？今回。ほんと墜落しとる。あ、なるほど。じゃあパーツ集めんのかな？はいはい。いや、オリマーは知ってたんだけどね。キャラクターはね、知ってたけど。なんだ？あ、これあれ？なんか、ピクミンのやつ。来た。プクナ、ド、ビクミン。あれこれ、ワンの話？え、どうなんだろう。ラマ、ド、ビクミン、ソ、ルーオリニマ。ド、ボール。かわいい。ラーバラスタロ、ド、バー。あ、ワンの話かな、これ。ウェバベラバブクナトゥ。え、どうなんだろう、また違うのかな。ロクルヌルンドラバテプクンダ。え、うん、まあ、またラストウェン。懐いてる。え、ピクミン以外もリブガンラバラスタルマネ仲間になるんだ。かわいい。治って。お、なに？こっから始まり？ウィンドルス・バーラー・リーバリ・ケフナー。お、すげえ。今回、なんか、あれなんでしょ？地球っぽいんでしょ。おお、カラーになった。え、かわいい。あんな顔してたんだ。さっきの犬みたいなやつ。あ、なんかファービーみたいじゃん。ファーブルスコ。このエリアはこれまでと何かが違うな。え、ファービーみたい。待て、どこに行くんだ？めっちゃいるけど、もう。はしゃいでんのかな？お？何？あ、遊んでる。はしゃいでるよ。だいぶはしゃいでる。本とかあるね。確かになんか地球っぽい。現実っぽい。参ったな。ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。あ、パーツまだ完全じゃないんだ。ファービーじゃん。かわいいね、こいつ。なんか葉っぱお茶犬？正面。はいはいはい。あたりを見渡す。
オッケーオッケー。ん？確かここにピクミンいたよね。あれを壊してみよう。え、今回この犬がめっちゃ活躍するの？もしかしてジャンプすると力を貯め始められるから、長押ししたまま狙いをつけて力がいっぱいになったら突進だ。なるほど。ああ、あんま高くはジャンプできないな。え、でも可愛い、可愛いよ、めちゃくちゃ。やるか。ほい。おい。おい、いたいたいた。ピクミン。やはりここに隠れていたか。B 長押しで笛で呼んで集めておくとしよう。ペペー。おー、そこにくっつくの？かわいいんだけど。一体どうしたというのだろう。はしゃいでんだよ。公開日誌にまとめておくか。書いとこう、会長。おお、すごい、すごいデジタル。おかしな、ピクミン。このエリアに来てからピクミンの様子がおかしい。オニオンから飛び出していったっきり、どこかに隠れてしまっている。宇宙船のパーツを集めるには彼らの力が必要だ。見つけたら笛で呼び集めておこう。おー、なるほど。え、おかしなピクミン、シャープ76って結構後半じゃない？宇宙船パーツ探しの続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れていくとしよう。はいはいはい。ジャンプ、あ、飛び越えられないんだ、やっぱ。あ、いた。ピピー。あ、かわいい、マジで。よし、ピクミンが戻ったぞ。とりあえずこっち行くしか、あ、あれ壊せるんじゃないの？突進で壊してやれ。うえい。お、キーピクミン。え、めっちゃかわいい、これ。で、え、これは？普通に落書き。え、でもなんか、ホコリとか被ってないからさ、新しそうだけどね。どうなんだろう。少し怖いが、ここから飛び降りてみよう。ぴょん。おう、全然大丈夫。あ、これ何？ほえい。二段ジャンプとか、あ、待って。めっちゃ遊んでる、あそこ。あそこ、あそこ。行ってみよう。もうジャンプボタン間違えるな。お、もうたくさんいるじゃん。ピピーピピーピピー。上が騒がしいな。覗いてみるか。上？お、いたいたいた。ピピー。おー。あ、上まで行けるんだね。上を戻すやつ。これ、ソファー、クッションに突進して。おー、なんかでもボヨーンってなる。動かせたりはとかはしないのかな。あ、なんか連続で使えないのか。これはさ、ピクミンを投げるとかある？お、投げれた投げれた。これは、あ、でも上投げれない、投げれないのか。ん？茂みが動いたような。これも突進？まじ、呼ぶか。おお、来た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 。これ何？ね、ネギこれ。ネギかな？こっち行くか。え、ちょっとテンション上がるな、これ。あ、いた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 。ピピピピー。ピー、ピー。こっちですよ。こっちですよ。いませんか？お、いる。ピピー。こっちですよ。あ、ピピー、ビョン。ジャンプ力が。ビョン、ビョン。よし。ビョンビョン、ビョン。お、上いる。ピピー。よし。で、こっち。ビョン。まあ、すごい広いね。あっちもなんか遊んでるな。とりあえずここ。ピピー、これ何？突進、オッケー。ほい。あ、これあれだ。なんか本。え、なんかいる。なにこいつ。なんだ？アルマジロ？原生生物だ。
どこにもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでいるのか。あ、マジそんな？トゲが邪魔だな。飛ばしてくんの？マジで？うやば。突進できるよう長押しで力を貯めながら、あいつの周りを動き回って隙を伺うとしよう。なるほど。かわいいのこいつ。ふん。よし。あそこ、針がなくなったところを、よしよしよし。危ない危ない危ない。あ、ピクミン、ピクミン。よしよしよし。ピクミン、やばい、ピクミン。よし。今じゃ、オッケー。おー、いいね、お、強い。あ、なんだこいつ、男梅。おー。すっげえでかいの飲み込んでたね。口ちっちゃいのにね。すごいな。宇宙無線。あ、めっちゃ重要パーツじゃん。助け呼べる？めっちゃ飲み込んだんだろうな。すごい勢いで。おお、来たこの。こうして私は宇宙無線を回収すると。お、すごい、何これ。あ、公開日誌が飛び散ってんの。データで。う、ドラムの最終回みたいになっちゃった。レスキュー隊の元に届き、なんかスターフォックスみたいになってる。彼らは星へと向かった。あ、こっちが主人公なのかな今回。どうなんだろうね。だが、え、まさかの。なんで？怪しいね。なんか星の周りに良くないものでもあるんじゃない？なんか。え、これギャグなのこれ。シュールギャグ？でも結構深刻だよね。時代は。え、新人隊員だった。自分。俺、新人隊員だった。最後の希望だって。新人、あ、なんだなんだなんだ。レスキュー隊を救助せよ。いや、重いわ。ミッションが重いわ。はいはい。レスキュー隊をレスキューしろってことは？ ID カードを作成、うわ、なにこれ、キャラクリできんの今回。キャラクリできんの？え、何しよっかな。どれも捨てがたいな。あとなんか、こう、ピンク肌。持ち肌にしとくって。え？変えられる。でもこれが一番可愛い気がするけどな。これもいいな。この人も結構いいけどな。でも髪型とか。あ、髪型で印象変わりそうだよね、なんか。一回ちょっとこの人にしといて。ああ、はい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 。じゃあね、なんか、いろいろ行き過ぎた。髪型。面白いんだけど。キャラメイク楽しいんだよな、やっぱ。いいね。これいいね。あれ、なんか見たことあるんだけど、この顔。こんな顔。何で見たんだろう。いいね。ちょっとどうしよっかな。でもこれも可愛いな、普通に。あ、待って、顔変えれんのか。この人の顔変えれるってこと？うお急に幼すぎ。これ可愛いじゃん。ああ、こういうのもできるわけだ。わあ、これ可愛い。どうしよっかな。ちょっとね、これか。この子か。あ、違うんだね。メガネとかある。顔違うんだね。あの、体型によって。かわいいじゃん。かわいいじゃん。これにしようかな。待て。ちょっと他のやつを見てみるか、一応。たぱーっと。あー、なるほどね。
これ何かわいいのこれ。ガリ弁やっぱこの子、やっぱこの人かな。何にするかなんだけど、これ一結構インパクトこれ強いし、これもいいに捨てがたいな。なんかクリミ割り人形みたいな顔。マロ目が太陽。いやどうしよっかな、これいいな、これかこれかな。マロにしよう。ちょ、髪変わるとちょっと違うけど。え、マロかな、マロ。これ。いや、もうこれなんだよな。マロ感考えると、これか、これだな。髪色。緑、ピンク、紫、青。あ、赤。赤いいけどな。ピンク。ピンクにしよう。ピンクで。宇宙服も変えれんだ。宇宙服もピンクにしとくか。いや、紫。髪紫の宇宙服ピンクとか。髪ピンクの宇宙服ピン紫とかでもいい。いや、ピンクピンクでいっか。ピンクピンクでいこう。名前。名前はね。メリゴン。オッケー。カルタ星、レスキュー隊を救助するという任務を受けた新人隊員。いいじゃん。お、宇宙船もピンクになってない？これ。ここも変わるのかな？色。レスキュー隊の捜索は。お、すごいね。次元間移動みたいな。新人隊員に託された。壮大なんですけど。え、こんな壮大なの？マジで？これ三重遭難とかになんないよね。大丈夫だよね。え、大丈夫だよね。遭難しないよね。怪しいな、ちょっと。あ、おー、新人隊員が一番腕いいかもしんない、もしかしたら。来た。外だね。さっき中だったから。あ、足早くね。めっちゃ足早い。とりあえずレスキュー隊探せって言われてるから、行こう。なんだお前は。あ、犬？また犬？お、かわいい。あ、ちょっと目が怖い。目がちょっと決まってるけど怖い。かわいい。怖いけどかわいい。プリン。オッチン。主人に忠実な新米救助犬。代々隊長の家に仕えている宇宙犬の子孫。あ、じゃあ救助隊の子なんだ。はいはいはい。何これ。お、シルエットが解禁されていくんだ。オッチンと合流した。はいはいはい。尻尾がタンポポンみたいなやつね。かわいいね。これは？え、これどうすんの？オッチンいける？もういる。要救助者を発見。え、もういるよ。これどうすんだろう。え、いけないもんね。呼ぶ。あ、このライトもピンクになってる。指示する。なるほど。いけ、オッチンいけんのか？そんな力強いの？この子。マジ？いけそうなんだけど。え、マジで？頑張れ、オッチン。頑張れ。お、いけるんだ。すげえ。オッチンの力半端ないんだけど。よし。うわ、ペロペロしとる。あれ？オッチン？やばい。マロ2号来た。やった。僕の救難信号が届いたんだ。君がオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。オッチンが隊長以外の言うことを聞くなんて、ちょっとびっくりです。モヘイ、
おっと申し遅れましたが、僕はコリー、レスキュー隊のオペレーターです。オペレーターなんだ。コリー、レスキュー隊のオペレーター。隊員らへの情報伝達が主な担当業務だが、宇宙船の整備などの雑用もこなしている。うすごい、何でもできるね、タイプ。オペレーターと合流した。あー、これ隊員のユニフォームはみんな変わるのか、色。一緒になるんだ。動作で行き止まりだし、お腹は減るし、体力温存のため寝ていたところです。お、なるほど。話には聞いていましたが、君は新人隊員のメリゴンさんですよね。改めて救援に来てくれたことを感謝します。君に緊急出動の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たちレスキュー隊の状況ですが、この星へ降りようとしたとき、宇宙船が操縦不能になってしまって、どうしてですか？それが原因不明なんで、やっぱなんかあるって、この星。隊員は6人いたんですが、脱出の時にチリチリになってしまって。遭難したオリマーさんを探しに来た僕たちまで遭難しちゃったわけです。いやはや情けない。僕たちの宇宙船、シェパード号かっこいい。シェパード号ですが、あっちに不時着しているのは調査済みです。僕一人じゃたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし。宇宙船に戻れるかも。めっちゃ喋るな。道すがら他の隊員にも会えるといいんですけど。あ、そうだ、これを渡さないと。なんだこれ、タブレット。隊員同士で情報共有する際に使えます。ミッションリストバージョン2001だって。今すべきことはこのアプリを使えばいつでも確認できるんです。なるほどね。ショートカットの設定から、え、あんな、うん、なんだこれは。ちょっと顔も出てるな、ここら辺。ではシェパード号に向けて出発しましょう。よし、これなんかなんもなさそうだよね。とりあえずじゃあ向かうしかないかな。こう歩き方すごいな。でけえ。でけえ。目の前にあるのに、ここからはどうしても行けそうになくて。あ、でもこの辺りを探索中に一つ気になる場所があったんです。もう少し行った先なんですが。なんだろう。そこは登れませんよ。僕も試しましたから。おお、なるほど、巨大なのね。土管？なんだこれは。穴みたいのがあるんですよ。土管じゃないこれ。同じこと喋り始めた。あ、これでしょ。行け。なんだっけ名前。オッチン。これぞ救助犬。穴掘りはお手の物ですね。いやー、手伝った方がいいんじゃないかこれ。めっちゃ大変だよこれ。もうちょっとだ。すごいんだけど、オッチン。オッチンだけでいいじゃんっていうレベル。さすが我が隊自慢の救助犬です。おや、これってさっきのあなた同じものじゃないですか。奥、土管じゃないこれ。ドゥ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 ってなんないこれ。なんか朝顔みたいなやつある。ひょっとしたら、ここの穴とあそこの穴は中で繋がっているのかも。結構深そうですが、入ってみる価値はありそうですね。本気ですか？はい。いや、行くしかないか。よし、入る。始まりの抜け道、一階。なんか来たんだけど。え、マジなんか土管じゃん。ドゥ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 。ドゥ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 。なんだ、オッチン。おや、オッチン？もしかして、はぐれた隊員がここにいるのかも。なるほどね。オッチン有能すぎるんだけど。とりあえず、こっちは何もないか？
こっちは行き止まりみたいですね。じゃあこっちだな。他は立ってみましょうか。なんかいるな。あー、いるいるいる。囚われてる。あんなところに隊長なんだ。レスキュー隊の隊長です。え、紹介は後でいいから早くなんとか。エアロビ しそうだな、なんか。これはさあ、突進できる？ん？あ、無理なんだ。オッチンはできないんだね。あ、できそう、できそう。いけ、オッチン。お、すげえ。あ、とりあえず隊長だ。え、オッチン強すぎない？え、強すぎるんだけど、オッチン。あらら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 。これで一安心かな。腕が痺れてるのだ。ちょっと待って、今から降りる。いやでもただものじゃないな、隊長も。あそこにずっと捕まってられるっていうのはやばいだろうな、筋肉。大丈夫か、コリー。それはこっちのセリフですよ。やばいやばい、声が変わってきた。無事で何よりですけど。やあ、新人研修依頼だな。レスキュー隊隊長のシェパードだ。君がオッチンを操ってあの生き物を？ドッグトレーナーとして見込みがあると思っていたのだ。シェパード。代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目。すごいな。歴史半端ないな。ああ、なるほど。じゃあもう、ずっとちっちゃい時から一緒にいるんだね、オッチンと。隊長来たな、もう。隊長がいればなんとかなるかもしれません。おい、いいね。ところで隊長、どうしてここに？地上で怪しげな穴を発見してな、覗き込んだら落ちてしまったのだ。出口はないかと暗い洞窟をさまよっていたら、ぬるっとした生き物に遭遇して、あ、さっきのやつ？ちょっと待ってください、それってシェパード号の近くにあった穴では？ああ、確かに。戻るとしよう。アイコピー。え、なんか、それわかんないな。何それ？了解って意味です。それじゃあ一緒に行ってみましょうか。新人研修とは何だったのか。アイコピー。了解しました。緊張しているのか。初ミッションだからそれも仕方ないだろう。少しずつレスキュー隊のやり方に慣れて いけばいいからな。これからの任務はレスキュー隊のバイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。きた、でかっ。タブレットでかっ。え、歴代の隊長たちが残した心得である。かっこいい。継承されてる。なるほど。共有するね。レスキュー活動に生かしてほしい。君に懐いているようだから、君たちをバディとして認めよう。救助犬を扱うトレーナーとしての能力見させてもらうぞ。いやー、どんどん集まってきてる。これは隊長、これは無理そうだな。上の方から光が。待って、タブレットが反応してる。 ID カード。あ、なんかマークついてる、かわいい。太陽とオッチンだ。レスキュー心得、周囲の確認。なるほどね。あ、すげえ、隊長名前書いてある。ニルマン・シェパード。モーガン・シェパード。かっこいいね。オッケー。上の方から光だって。とりあえずこっちか。この辺り見覚えが。じゃ、ここら辺？お、ここさっきのところだ。こっちだね。あったー。え、これ行けなくね？あの穴から落ちちゃうんだ。ハレー。ハレー。
なんかアンダーテイルみたいな。調べる。え、何これ。何の穴これ。とりあえず、オッチンに突進させるっていうのが大事だな、やっぱ。はい。初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな。とりあえず出れたね。お、旗立てて出る。隊長、レスキューフラッグを立てました。洞窟内の救助活動を報告します。はあ、なるほどね。なんかずっとなんかなんかシュールギャグみたいのが。え、成長期？それもそうだな。とりあえずシェパード号に入ったらどうなるんだろう。なんかパーツ集めとかしないといけないのかな、やっぱり。でかいね、シェパード号。何これは気になるんだよね。おっちん、おっちん、ほい、おっちん、おっちん来れる、こっち。あ、クンクンしてる。おっちん、ここ来れる？来れんのかな？え、来れないのかな？あ、来れなそう。え、来れるかな？こっち来い、おっちん。おっちん。ダメそう。なんかちょっとこれ気になってたんだけど。ま、いっか。行っちゃおう。シェパード号から煙が。これはまたパーツ集めかな。状況を報告します。エンジンがオーバーヒート？爆発寸前。やばいじゃん。大丈夫なのか。エネルギー集めるのね。ここで折り回しを探索捜索するどころか、この星から出ることもできないではないか。出ることもできないではないか。ちょっと待ってください。あ、ここでオリマーさんの公開日が役に立つ。なんだろう。あ、かわいい。この星で見かけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギー、キラキラエネルギー。何それ。お宝発見と喜びたいところだが、今私が求めるのものはこれじゃない。なくしたドルフィン号のパーツなのだ。キラキラエネルギー。あれ、はい、見る。キラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。すごいエネルギーなんですけど。信じがたい話だが。確かに。アイコピー来た。ミッション、エネルギーを確保せよ。どうやらキラキラしたものからエネルギーが得られるらしい。探し出してシェパード号を再起動するのだ。お宝を回収するにあたってビークル号を使いましょう。あ、さっきのやつ乗ってきたやつ。ああ、なんか上にドッキングできそう。ビークル号を呼ぶのにどこかいい場所は。ん？何？え、何これ？うん、何これ？もう目印になりそうですよ。拠点としてちょうどいいじゃないか。これ何なんだこれ。配置完了しました。お宝を探そう。え、他の隊員はどうなるんだろうね、これ。とりあえず、これ気になるんだよね。なんもないのか？
なんか花開きそうなんだけどな。行け。あ、ダメ、ごめん、大丈夫。めっちゃ痛かったんじゃない、今。これ気になるね。これ何？自転車のベルみたいなやつ？これはまさか。お宝だ。タブレットで確認できる。レーダーマップ。え？なんか反応しないけど。ちょっと待って。あ、プラスボタンか。ずっと十字ボタン押してた今。キラキラエネルギーを確認。中央の星がお宝です。こっちを向く。やったな。これは最速がいいぞ。オッチンでも無理なのかな。オッチンいけるか。オッチン段差越えられなかったもんな、確かに。ダメそうだな。てか、ボリマーじゃなくて、あの、犬が、そういえば、ジャンプしてたな。まあ、回っていくしかないということか。ああ、何？キラキラしていますね。何が何が？あ、これか。これなんだこれ。フォーク？ポッチン？フォークっぽい。いや、オッチンすごすぎる。あ、これケーキ食べれそう。あ、オッチンすごすぎる。オッチンがすごすぎるってちょっと。めっちゃ可愛い。これ何？吸い込まれていくの？これが男か。こんな大きいものが回収できるのか。回収時に物体を小さくする光を当てるので問題ありません。すごいな。スモールライトってこと？うわぁ、すげぇ。え、300もあるんだね。エネルギーを。エネルギーを減資したぞ。50溜まった。あと250発ほど集めれば、シェパード号を再起動できるかもしれません。廃屋専用なんだ。乗り心地は悪くなるかもですが、キラキラエネルギーだけでも動くと思います。ただそのためには、もっと量が必要ですね。他にもお宝がないかあたりを探してみることにしよう。OK。どんどん探そう。ふん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 。なんかあれ気になるよね。え？これはなんだ？これなんだろう？なんだこれは？お宝でしょうか？なんか違う気がするけどな。高台のお宝はあれかね？あれね？あれのことね。でかいね、マジで。いろんなものが。いけ！おっちん。なんだこれ？トマト？トマトかなこれ。これなんか一緒に運んであげたいよね。おっちん頑張れ。頑張れおっちん。これなんだろう。てれれ。え？あ、宇宙船？宇宙船だ。あ、ピクミンだ。トマトに乗ってくるの、ピクミンって。動いたぞ、お宝じゃないのか。カプチ？何でしょう、植物のようにも見えますけど。これが、キャプテンオリマーの公開日誌に書いてあった。オニオンっていうものでは？あ、この、あれかね、宇宙船が？オニオンというのか、それじゃあ、あの目は？抜く。かわいい。赤ピクミン。かわいいね。もしかしてこれがピクミン？オリマーさんの公開日誌によると、友好的な生き物らしいですが。だとしたら、お宝の探索に協力してもらえるかもしれんな。オッチめっちゃすごい目してる。あ。こう考えると結構ピクミンでかいんだな。ところで隊長、いつまでそうしているつもりですか？で？ピクミンを選んで。おお。おおおお、なるほど。で、これを投げる。
ああ、何？もう増えた。そんなゆっくり降ってくるんだ。また目が生えたぞ。ペレットというもので。おえー。あれ？これ実だ。実なのか、これ。よし、じゃあ抜こう。わあ、増えていく、楽しい。あ、そうだ、また生きるんだ。混ざった。抜いて、これも抜いて。いいね、楽しくなってきた。で、やめよう。よしよし、これでいいんでしょ？とりあえず、こんな感じで。お、突進でいけそう。あ、でもあれもあるね。あれもやっとこう。まあ、まず、ピクミンたちを増やそう。ん？どうした？大丈夫か？よーし。運んでもらって。あれは？お、いけそう。5匹必要。え、ピクミンって引き計算？体計算？なんだ？なんだろう。抜く。抜く。よし、行くぞ、みんな。ずいぶん増えたな。ボーン。もう一回。ボーン。よし。ああ、あ、これ、この花だったんだ。なるほどね。よし、どんどん行こう。え。かわいい。やばいね。かわいいね。今7体いるんだから、これいけるね。5体。お、いった？おー、すーげー。すーごいよ、これは。頑張って運んでる。重そうなのに。すごいね、ピクミン。抜いて。これも抜い。お、勝手に抜いてくれる？あれ？そんなオート機能あったっけ？よし、とりあえずやっといて、回収しに。行けばいいんでしょ、あとから。いや、でももう一応もう余裕回した方がいいんだよね。おー、オッケーオッケー。じゃあ、ここか。オッチン行くぞ。ん？あれ？あれ？オッチン？オッチン？違う。あれ？オッチン？突進が押せない。あ、オッチンを選択しないといけなかったんだ。行くぞ。落ちん、突進。やばい、落ちん、やばい。え、これゲームボーイアドバンス SP ってやつ。SP だ。危うくぺちゃんこになるところだった。10体っすよ。足りる？お、いった。お、すげえ。え、ほ。え、ほ。頑張れ。すごいな。これもちっちゃくなるの？やった。アイコピー。あ、ちゃんとポーズ取るんだ、アイコピー選ぶと。かわいいね、ピクミン。めっちゃかわいいな。エネルギーをとりあえず集めないといけないんでしょ、まだ。あ、終わったのか、一応。あ、終わったのか。あ、夜になった。え？そういう感じ？なんか思ってた感じじゃなかった。あの穴、そういう穴あったんだ。キラキラエネルギーすごすぎない？何でもできそうだな、このエネルギー。おお。あ、動き出した。
お宝から抽出したキラキラエネルギーのおかげで、なんとかシェパード号を再起動できました。やった、動いたぞ。飛び立つにはまだエネルギーが足りませんが、あ、これで隊員の捜索できるんだ。なるほどね。あ、そこレーダーだったんだ。お、いいじゃん。はぐれた隊員たちとキャプテンオリマーのものだと思われます。コリーとセパード、いいね。300ポイントね。ほんとだ、姫の矛、オーバーアラート、進歩の原石そんな名前になってる。なんか面白いね、これ。何でも命名してくれる機能、面白そうだな。それ有名な鑑定家が監修している。誰なんだ、どんなやつなんだ鑑定家。とりあえず復旧できた。食料の備蓄豊富にあるんだ、すごいね。そんなわけないでしょ。何食べるんだろうな。ミッションリスト、エネルギーを確保せよ。1500集めないといけないんでしょ。ピンダムに気づきました。なるほどね。あー、なるほど、やっといた方がいいんだ。じゃあピンはペー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 。ピクミン毎回来るの。また花生えてるし、花咲いてるし、いい朝だ、いい日差し揃ったな。これから作戦会議を始める。アイコピー、うん、残り4名。やっぱりまだエネルギーが足りないのか。はいはいはい、オッケー、オッケー。最高のバディになれる、オッチン。うん、オッケー、アイコピー。キャプテンオリマーが未知の惑星に遭難した。隊員の捜索をしながら彼の行方を追ってくれ。なるほど、オッケー。1500集めると、集めて1日を終えるとクリア。オッケー。探索へ行く。はいはい。行くか。ん？ピピ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 。そこなのね。日だまりの庭。とりあえず行こうか。行ってよかったのかな？なんか、ピクミン集めてからとかの方がよかったんじゃない？わかんないけど。出発！宇宙へ。オニオンが、あ、ついてきてくれるんだね。日だまりの庭。日だまりの庭来た。いや、いいね、この感じ。あ、いるね、なんか。なんかあいつ見たことある気がするけど。うわ、なんか、意外となんか、何かがいた人なのかわかんないけど、生活した後からそんなに経ってない気がするんだけど、どうなんだろうね。とりあえず着いた。こちらコリー。無事に到着したみたいですね。それじゃあ今日のレスキュー活動について隊長から説明してもらいます。あれは何？モニターの左上に時計が見えるな。針の先がちょうど右端まで来た時にこの惑星の日没になるよう合わせてある。夜になる前に帰り戻ってくるように。アイコピー。
ハムン。オニオン。ホーン。ピクミンに手伝ってもらうか。ピクミン出し入れ。おお、すげえ。出そう。せっかくだし。ミャーン。かわいい。ビール。オッケー。それじゃあちょっと一旦ここで区切って、このね、ミッション続きをね、次回からやっていきたいと思います。これなんかね、見たら、時間巻き戻せるらしいし、到着直後まで戻せるってこと？なるほどね。またそっからやっていこうかな、次回。ということで、今回はこんな感じで。またやったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。